はい、こんにちは。今日は久々心理学のお話をしていきます。メンタルを安定させるための、幸福レベルを高める4つの手法ということでお話をしていきます。まあ、これは年末を迎えて来年に向けていろいろと心機一転頑張ろうと思っている人も、この1年一生懸命頑張ってきたからこそ、やっぱりいろいろと心をこう疲弊されている方、体だけじゃなくて心を疲弊されている方っていうのも多くいらっしゃると思うんですよね。とはいえ気づいたらもう来年の仕事が新しく始まったりとかっていう風に心機一転しなくちゃならない時期に差し掛かっていますので、そんな疲弊した心っていうのを、和やかにしていくために、今日は4つのですね、手段というのをお伝えをしていこうというふうに思います。早速入っていきましょう。1つ目は、感謝をするということです。これに関してはうつ病の治療薬の話なんかもちょっと混ざってくるんですけれども、言葉が難しくて、ウェルバトリンっていうものと、それからプロザックっていう薬があるんですね。でこの2つに関して、まずウェルバトリンというのは脳内のやる気物質ドーパミンが増える薬です。それからプロザックっていうのは脳内の精神の安定物質ですね。だからセロトニンっていうのが増えていくということです。でそれぞれドーパミンっていうのは一体何かっていうと、まあ、いわゆるやる気ですね。体が活発に動いている時にドパドパ出てくるものです。それからセロトニンっていうのは、まあ、幸福に満たしてくれる性質があったりするっていうふうに言われたりするんですけれども、まあ、この2つを出すためには感謝っていうのが非常に大事だっていうことが言われているんですよ。で感謝の気持ちっていうのは社会的な関わりに対して他人とのコミュニケーションなんかっていうのもこう楽しくなってくるんですね。これはドーパミンの部分ですね。でそれからセロトニンに関しては感謝について考えることによって、ちょっとネガティブな方向に考えがちだった人でもポジティブに物事を考えられる、あるいは捉えられるようになったっていう傾向があったりするんで、つまり人に感謝することとか何かに感謝することによってやる気がみなぎってきて、かつ幸せ幸福度が高まっていくっていうことなんですよね。はい、だから科学者とか医者の間なんかっていうのは抗うつ剤を打つのと同じくらい感謝をするっていうことは効果が高いっていうふうに言われてるんですね。とは言いながら、その一生懸命頑張ってきて心が疲弊している時に何かに感謝するなんてそんな余裕ないよっていうふうに思っちゃう方も中にはいらっしゃるかと思うんですけど、別に感謝の対象っていうのを見つける必要っていうのはないっていうことが書かれてるんですね。で何かっていうと、これに感謝するとか誰々に感謝するっていうことではなくって、まずは感謝の対象を探すっていうことだけでも、そのドーパミンが出たりとかセロトニンが出たりっていうことが言われてるみたいなんですよ。だから気持ちがへこんだ時っていうのは、心が疲れてる時とかっていうのは、何か感謝できるものはないかなっていう、まずその探すことから始めてみていただけたらと思います。別にその何々に感謝しますとかって言葉に出す必要もなければ、感謝していることを紙に書き出すとかっていうことも必要はないんで、まずはどれに感謝しようかな、何に感謝しようかなということを探してみていただけたらと思います。で他にも感謝すると脳がですね、ポジティブな方向に物事を捉えてくれるようになったりとか、カリスマ性を高めたりとか、それからメンタルを強くしてくれたりとかっていういろいろな作用っていうのがありますんで、困った時には感謝するっていうことをやってみていただけたら非常に効果高いと思います。それから2つ目に、ネガティブな感情に名前をつけるっていうことです。これは弱虫ペダルを皆さんご覧になったことありますかね。弱虫ペダルは箱根学園っていう、もう最強の王者がいて、その自転車競輪のね、競技の。で、その中に出てくるキャラの一人に、自分の右の胸筋と左の胸筋に名前をつけてる、なんだっけな、アブとフランクリンだったかなっていう名前をつけてるキャラがいたりするんですけど、それに近いようなことで、まあ、一旦そのいくら感謝をしろよっていうことをお話ししたとしても、怒りとか不安に自分の感情が乗っ取られてしまうと、なかなか気持ちの切り替えって難しいと思うんですよね。だから、ネガティブ、今自分が感じている感情に対して名前をつけるっていうことをお勧めしているものがあります。で、今自分が襲われている感情に対して、まあ、分かりやすく言うなら怒っているとか、怒り、悲しみ、不安とかっていう風に名前をつけていくんですね。で、それをとある脳を調べた研究によると、参加者たちに様々な表情を浮かべた顔写真っていうものを見てもらって、そうすると参加者の扁桃体っていうの、扁桃体っていうのは感情を司る部分なんですけれども、写真の表情に応じて活性化したっていうことなんですね。で、ところがその際に参加者の人たちに
感謝を言葉に置き換えてくださいっていう指示を与えたところ、前頭前皮質っていうところが活性化して扁桃体の活動っていうのが減ったんですね。つまり感情に名前を付けたことによって感情のもたらすその波っていうのを抑えることができたんですよ。だから面白おかしくしていくんだったら、あ怒ってんな、こいつはジョニーだなとか、なんか悲しみだったらパトリック大丈夫かなとかっていうふうに思ってやっていくと、その感情の波に襲われる傾向が少なくなってメンタルが安定しますっていうことが言えるということです。それから3つ目、何でもいいから自分で決断するっていうことです。例えば今日朝起きたらゴミ出しは自分で行こうとか、走りに行こうとか、午後からは昼寝絶対にしないっていうふうに、何でもいいんで、とにかく身近な自分の問題に対して、解決策を打ち出すっていうことがポイントになってきます。これは他の動画でもお話をしたことがあるんですけれども、人間って自分で自分の行動とか考えとかっていうのをコントロールできないと不健康にはなるし、うつ状態になっていくし、寿命も縮まっていくしっていう風に、もう悪いことずくめなんですね。一方で自分でいろいろなことが決めれる人っていうのは健康的だし、活動的だし、鬱にもなりにくくて、さらに寿命も長いっていう結果が出ていますんで、結局は自分で何でも決めるっていうことが非常に大事になってくると。でかつ一つ目の感謝に出てきたドーパミンっていうものが、よりドバ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 出てくる形になりますんで、活動量が増していくということです。でここでじゃあ運動っていう行為って、そのドーパミンを出したりとかセロトニンを出したりとかっていうのは非常に重要なキーになってくるんですけれども、じゃあ運動の効果っていうのはどうなんだっていうと、実はこれ面白いものがあって、誰かに強制的にやらされた運動、筋トレとかエクササイズとかっていうのは運動のメリットを得られないんですよ。ドーパミンも出なければセロトニンも出ないということなんですね。だからむしろストレスになってしまったということが結果として出てるんですね。だから運動をするにしても筋トレをするにしてもエクササイズをするにしても、自分の意思で決めた行動じゃない限り意味がないということなので、何事でも自分で決めてやっていきましょうということです。だから運動ってそのドーパミンが出たりとかセロトニンが出たりってプラスの効果がたくさん得られますっていうことをいろんなところで言われたりしているのに、それでも人から強制的にやらされたもの、だから学生さんだったら冬に強制的にやらされる冬のね半袖半端なんであんな格好で走らなきゃいけないんだっていうマラソンも、いい結果が出ないのはそういうことなんですよ。人に強制的にやらされてるから、よっしゃ今日はいいタイム絶対出すぞって決めて走ったら、多分もっともっといいタイムが出て学年上位に上がれるというふうには思うんですけどね。まあそんなところが言えるというわけです。そして最後4つ目は人に触るっていうものです。で孤独っていうのは脳と体へのダメージって非常に多いんですよ。だから他人との触れ合いが大事なわけですね。セクハラは絶対ダメですけどね、はい、セクハラやっちゃったら脳や心へのダメージどころじゃないダメージを受けることになりますから、それは注意していただきたいんですけれども、はい、でこれは何かというと、オキシトシンという愛情とか信頼の感情を呼び起こす、まあ、幸せホルモンっていうのが出てくるようになるんですね。だからその分泌量が増えていくとコミュニケーション能力が上がったりとか、人見知りの人はそれが治ったりとかっていうようなプラスの効果が出たりしていきます。でこれに関しては無差別に他人に触りまくる、いわゆるセクハラとかっていうのもダメなんですけれども、親しい人たちと肩組んだりとか手を握手したりとかっていうのは非常に大事だって言われてるんですね。実際に実験として結婚した女性が夫と歩いている時に、ただ歩いている時と、それから手をつなぎながら歩いている時と、それぞれで電気ショックを与えてみたって実験があるんですよね。なんでそんな強烈な実験したんだって思うんですけど、でどういう結果が出たかっていうと、夫と手をつないでいる時に与えられた電気ショックの方がダメージは少なかったっていうことが結果として出ているので、ストレスへの抵抗性っていうのも強めてくれるんじゃないかなということが言われてます。じゃあいや俺は人に触れるような人なんかいないんだっていう人も中にいらっしゃるかと思うんで、じゃあ簡単に人に触れてもらいましょうと、いやだから触れる人がいないのにどうやって触れてもらうんだ、いい行動があるんですよ。マッサージ受けに行きましょうと。マッサージを受けることによって筋肉がほぐれて肉体的にも回復するだけじゃなくって、人に触ってもらうことによってオキシトシンっていうのが出て、愛情や信頼のホルモンっていうのが出てくるという結果になりますんで、なかなかですねそういった親しい人たちがいないというですね、僕のような寂しい方に関しては、僕のような寂しい方ってなんか自虐のようで失礼で申し訳ないんですけれども、という方に関してはマッサージとかを受けて人に触ってもらうということを経験してみていただいたら OK ということです。
ということで、心を安定させて、で行動量をアップさせていくためには4つの手法がありますということでお話をしていきました。1つ目が感謝、2つ目がネガティブな感情に名前をつけましょうと、そして3つ目に何でもいいから自分で決断をする、そして最後4つ目が人に触る、あるいは触れてもらうということです。これをやってですね、1年間頑張った自分をねぎらうために、そういった形でちょっとメンタルをリセットしていって、そして来年を気持ちよく迎えられる準備を今から整えていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。